皆さんこんにちは。今日はですね、山で使っているユンボのメンテナンスをしていきたいと思います。今日何をするかと言いますと、前回オイル漏れの修理しましたので、今回はエンジンオイルとかですね、その他の油脂類の交換と、あとエレメント関係すべて交換したいと思います。で、交換するエレメントはですね、まずエアクリーナーエレメントと、あとフューエル燃料フィルターですね、フューエルエレメントと、あとちょっと下の方にありますエンジンオイルのエレメント、見えますかね、これですね、エンジンオイルのエレメントと、あとこちらの、油圧の、パイロットフィルターですね、パイロットフィルターの交換と、あとここに入ってますリターンフィルターですね、作動油のリターンフィルター。今回は前回作動油の方を交換してもらっているので、今回はサクションフィルターの方は交換しません。で、フィルターセットの方を購入しまして、こちらですね、すべてセットのものを買いました。全部入ってます。フィエルフィルターとかですね、あとオイルフィルターとエアクリーナー、とリターンフィルターと、これがあれですね、パイロットフィルターになりますね。今回この機体を買ってですね、今の、使用時間なんですが、2069.7 となってます。2069時間、まあ約2000時間ということで、こちらのバック砲ですと、大体1000時間ごとにですね、全てのメンテナンスが入っております。作動油関係の交換からですね。で、今回2000時間ですので、まあキリがいいので、まあ私の手元に来たということで、まあ作動油はもう交換してますので、それ以外の油脂類の方ですね、あと走行モーター、こちらの走行モーターのオイルも交換していきたいと思います。あと冷却水ですね、冷却水とエンジンオイルの交換というふうになります。準備したのはですね、まず先ほどのエレメント関係と、あと作動油がですね、これちょっと缶が違くて、ちょっと缶の方にですね入れてもらったんですが、シェルのテスラオイル46番を入れます。これはフィルターとかを交換した後に補充するようで、もらってきました。で、ギアオイルはですね、この家で使ってる 80W90 のデフオイル、まあ指定の方がですね90番となってますので、80W90 の方を入れます。で、エンジンオイルはですね、ディーゼルオイル持ってなかったので、一応こちらのユンボのですね、クボタで指定しているオイルで、コスモのディーゼルオイル流星の 10W30、 こちらを新品で買いました。で、あと冷却水ですね、これも家で使ってた余った冷却水ですね、こちらの方を使っていきます。今日はですね、まあちょっと整備士のですね、この手つきの方ですね、まあちょっと良ければ見ていただければと思います。といっても重機は初心者ですので、全く触ったことがありませんので、今回初めてになりますが、まあ大体は、できるかなと思います。じゃあちょっと早速やっていきます。まずですね、どうしようかな、エレメント関係いきますかね。エアクリーナーエレメントで、これはですね、外側と内側に1個ずつフィルターが入ってますので、まあ、これ2つとも外して交換します。で、外したらですね、やっぱり中の方はちょっときれいに砂ぼこりとかたまりますんで、ちょっときれいに拭きたいと思います。まあ、あんまり汚れてないので、まあちょっとさっと、砂ぼこりを取るような感じですね。ちょっとこのボンネットダンパーがですね弱くて、たまに下がってくるので
夫かな。で、これで新品を入れます。KBL のエアフィルターですね。これインナーの方になります。よいしょ。でインナーはですね、ちょっと見え暗くて見えないんですが、中に刺すとこありますんで、そこに刺して押し込みます。こんな感じですね。で外側のフィルターですけれども、これも KBL ですね。これを入れていきます。で一応外したついでにですね、まあ、こういった吸気口のところも、ちょっと掃除しておきます。で、入れたら、蓋の方を戻します。とこんな感じですね。一応トップマークがありますんで、まあ、トップマークを上に向けて吸気口が下側になります。じゃあその次はですね、じゃあやりやすいところで燃料フィルター交換します。まあちょっとこういった汎用のフィルターレンチですね、ちょっとこれを使いますかね。よいしょ。でおそらく燃料が漏れてくるので、ちょっと下にですねオイルパンとか置いてちょっとちっちゃいかな。今は電圧はかかってないのでそこまでは漏れてこないと思うんですけども、まあ、フィルターの中に入ってる、燃料があるので、これですね。まあ中身は比較的綺麗な軽油が入ってます。で、フュエルフィルターはこちらになります。でフィルターをつける際にですね、まあ、分かる方もいると思うんですが、まずここにちょっと燃料ですね、ちょっと薄く塗ってつけます。でちょっとエア抜きをしないといけないので、まあ、こっちからですねちょっと軽油を移しておきます。でこの分のエア抜きは後ほどします。で、締めるときはですねここにも書いてあるんですが、まあ、ガスケットに燃料油を、薄く溶くし、取り付けは3分の2から1回転以上締め付けてくださいということで、締め付け方がですねこれ基本的にあんまり工具は使わないで、まあ、この設置したところ、このさっきのオーリングがですね設置したところから、3分の2から1回転以上
っていうことになりますんで、まあ、ここがちょうど設置したのがこのフィルターのマークがあるところですね。ここからまあ、こんぐらい締めればいいと思います。1回転まで行ってないですけども、まあ、これで十分だと思います。で、できればですねこのフィルターとかに、まあ何年何月の何時間の時に交換しましたということでマジックとかで書いておくと、まあ、分かりやすいかなと思います。次はですねエンジンオイルに行きます。よいしょ。でエンジンオイルは22だったかな。よし来た。で、ドレンボルト緩みましたんで下にオイルパンを受けて外します。よいしょ。でガスケットはですねちょっとサイズが分かんなかったので今回準備しませんでした。やっぱり思った通りですねちょっと大きくてこのサイズ私持ってないので、まあちょっと今度やる時までには買っておきます。でパーツクリーナーで綺麗にしてオイルが全部抜け切ったら戻します。よいしょ。で締める際もですね、まあ、本来であればトルクレンチを使った方がいいんですが、ちょっとこのトルクがですね分かんないので、まあ、これも大体で締めます。まあ、ここが舐めるってことは多分まずないと思いますけれども、まあ、あんまり締めすぎも良くないので新品であればですねあのガスケットの潰れる感覚とかで分かるんですけども、まあ2回目だと思うので、まあ、そこそここうガスケットが潰れる感じで締めます。うん、こんな感じですね。パックリーナーで流します。で次にですねエンジンオイルのフィルターを交換します。でフィルターはですね下から見えますねこれですね、ここの上にあるこれですね、これを交換していきます。でこれもですねフィルターレンチがないので、ちょっと見えないと思うんで申し訳ないんですが、これも先ほどのフィルターレンチ汎用のですねこれを使います。よいしょ。見えるかな。最初に手でですねちょっとフィルターレンチをかけて、でまあこんな感じでですねフィルターにレンチをかけます。あ、またよかった。結構きついと思ったんですけれども回ってくれました。ちょっともう一回首にかけますね。ちょっと今日手元が見えないところだけでばっかりで申し訳ないんですけども、まあちょっとなんとなく雰囲気で分かっていただければと思います。よいしょ。で、回ったら取っ手で緩めます。あ、フィルター置き、フィルター置く台が、で今オイルが出てきたので大丈夫かな。
な感じですね。でフィルターはもう外してしまいます。こんな感じですね。結構大きなフィルターが出てきました。オイルフィルターはですね、こちらになります。このフィルターセットはですね、全部セットで1万6000いかないぐらいでしたね。で買えたと思います。ただこれは先ほど言ったサドイのですねサクションフィルターはついてこないセットになりますね。ここに薄くオイルを塗っておきます。ちょっと今これついちゃったか。まあこういった外したフィルターとかですねからちょっとオイルを取ってつけます。見えるかな。で今一応仮付けできましたんで、ノイズからでいいか。ちょっと閉めます。でこれもですね基本的には工具を使わないで手で締めていきます。こんなもんでいいと思います。こんなもんって言ってもちょっと見えなくて申し訳ないんですが、こんな感じですかね。で、まあ、フィルターの周りもちょっと拭いて、こんな感じです。見えますかね。フィルター交換しました。で下から見るとまあこんな感じですね。ちょっと綺麗に脱脂しました。で、次にですねオイルを入れるんですけども、この前に、冷却水を抜いておきます。よいしょ。で冷却水はですね、この RX303S ですと、ここですね、このサービスホール外してますけれども、ここに見えるボルト、これが、ドレンボルトになります。で外します。これも先ほどのエンジンオイルと同じで、22ミリですね。で外したら緩めます。ちょっとか。一応緑色の冷却水がですね入ってると思うんですが、まあちょっと最初汚いのが出てきました。ドレンボルトもこんな感じです。で冷却水を抜くにはですね下を外しただけだとなかなか抜けないので、ラジエーターキャップをですね外しておきます。こんな感じですね。
全量抜けましたの で、抜きますと、一緒にですねこっちのリザーブタンクの方も引かれるんですけども、ちょっと中に残ってるのでこれは外して、ちょっと進みたいと思います。ちょっと外すので、これ手に刺さってるだけなので、簡単に外れますね。で、中身をですね、ちょっと進みたいと思います。で、こういった冷却水とかはですね、現場で作業する場合もあると思うんですが、基本的には水道水を使用します。間違ってもですね、井戸水とか川からの、水はですね、使わないようにしてください。地下水とか井戸水とかですね、ああいった川の水とかはちょっと成分何入ってるか分かんない上に添加剤が入ってないので、浄水道と違ってちょっと錆びやすかったりとかですねっていうのがあるので、基本的には使用禁止になってます。で、私は家から山に来るときにですね、一応ポリタンク20リッターと10リッターで30リッターは持ってくるようにしてるので、そういったものであれば間違いないと思います。ちょっとここに入れて流しますかね。よいしょ。一応今回ですね、緑色のクーラントじゃなくて青いスーパーロングライフクーラントっていうのが待ってたので、それを入れたいので、何が違うかっていうと、この緑色はですね、2年ごとに交換のタイプです。ロングライフクーラントですね。で、スーパーロングライフクーラントは今車とかに使われてますけども、長寿命型になりますね。初回が7年とか持つタイプの、クーラントです。特にそれを入れる理由はないんですけども、余ってたのでそれを今回持ってきました。ただこれに関してはおそらく混ざっても問題はないので、多分2年ごとには交換すると思いますので、一応色とかですね、多少混ざってもそこまで気にしなくてもいいかなと思います。感じですかね。で、これは戻します。よいしょ。で、今抜け切ったのでひとまずここ閉めときますかね。で、締める際はドレンボルトもなんですが、この取り付けの部分の座面も一応きれいにしといた方がいいですね。こんな感じですね。こんなもんでいいかなって思います。よいしょ。で、こんな感じで綺麗にしました。
じゃあ冷却水も終わりです。じゃあ次はです、あ、しました。次はですね、茶道湯の、パイロットラインについてるパイロットフィルターとこれになりますね。これを交換します。こっちは、24だと思いますですね。でこれは簡単に緩むので、これかな、ハイドロ、ハイドレ、ハイド、ん?ハイダリックフィルター、まあこれを使うと思うんですけども、いや、ちょっと袋とかでちょっと下に漏れないようにだけしますね。はい、で外すと、ちょっと私も初めて外したんですが、下に抜けないか、まあちょっと見にくいと思うんですが、こんな感じになってます。で、ここにフィルターがついてるので抜きます。ちょっと見にくくて申し訳ないんですけども、で新しいフィルターをですね入れます。ここに入れますね。でしっかり入りましたんで、ここですね、一回閉めます。ここはですね、まあ、そこまで、あの中はまあ洗った方がいいと思うんですが、まあ、そこまで今汚れてなかったので、今回はこのままでいきます。まあ、できればですね、ここのオーリングも、あった方が確実ですけども、ちょっと今回準備してなかったので、このオーリングは再利用します。で、閉めます。こんなもんですね。で、ここも出します。こんな感じですね。で今交換したのが、この、あ、でもフィルターは結構汚れてますね。これがパイロットラインのパイロットフィルターですね。はい、じゃあ次ですね、次は、ここのリターンフィルター交換したいと思います。